イタウン市川田中芳則です。今回の特集は市川市消防局にスポットを当てます。お楽しみに。それではまずはトピックスのコーナーからいきましょう。4日市議会議場で恒例の新春コンサートが開かれました。市議会議場は普段本会議の傍聴で市民の皆さんに公開していますが、毎年お正月には市川で日頃活躍しているアマチュアの団体による新春議場コンサートを開いてきました。6年目となった今年は県内在住のソプラノ歌手大隅千佳子さんを招き、初めてプロによるソロコンサートとなり、昼休みの時間を利用した短いコンサートでしたが、150人ほどの来場者がありました。東京芸術大学音楽学部で声楽を学んだ大隅さんは、在学中から活動を始め、大学卒業時には学部首席卒業の栄誉として宮内庁主催御前演奏会に出演するなど、早くから非凡な才能を発揮していました。現在は新国立劇場などのオペラ公演で数々の役を演じる傍ら、ソプラノソリストとしても活躍しています。今回のコンサートの曲目はヘンデルのオンブラマイフやアメージンググレイス、プッチーニの私の愛しいお父様など、さまざまな名曲が披露されていました。5日中央子ども館で第2回新春演芸が開かれました。子ども館は遊びを通して子どもたちの豊かな心と健やかな体を育むための施設です。一人でも大勢でも大きい子も小さい子も、いろいろな遊びを楽しむことができます。楽しいイベントを随時開催している中央子ども館のこの日の催しは、ボランティア団体菜の花奉仕会の協力による新春演芸です。菜の花奉仕会は歌や踊り、さまざまなショーで一つでも多くの笑顔を増やしたいと活動しています。中央子ども館に設けられたステージでは、花笠音頭やマジックショー、皿回し、南京玉すだれなどが披露されました。会場ではおよそ70人が演芸を楽しみ、皿回しにチャレンジする子どもたちの姿も見られました。お正月の雰囲気に包まれた子ども館で世代間の交流が図られ、訪れた皆さんは楽しいひとときを過ごしたようです。6日メディアパーク市川グリーンスタジオで2007ニューイヤーハッピーコンサートが開かれました。このコンサートは現在休館中の少年自然の家で毎年開かれてきたプラネタリウムコンサートの出張版として企画されました。コンサートではプロの演奏のほか、大須小学校吹奏楽部の演奏や曽谷小学校コーラス部の合唱が披露され、満員の会場に子どもたちの元気な演奏や歌声が響きました。またこの日のコンサートでは、公募で集まった高校生ボランティア23人が会場設営や受付などの作業を手伝いました。高校生たちはボランティアをすることで地域ポイントがたまるエコボカードやリーフレットの配布も手伝い、このボランティアに対するポイントを自分たちのエコボカードにつけてもらっていました。
7月にリニューアルオープン予定の少年自然の家では、これからも多くの高校生ボランティアに参加してもらい、さまざまなイベントを開催していきたいということです。以上、トピックスのコーナーでした。マイタウン市川、篠崎直子です。ここは市民の安全を守る拠点、市川市消防局です。1月6日ここで消防出初め式が行われました。今年の消防出初め式は雨のため消防局5階ホールで開催され、消防職員をはじめ消防団員や婦人消防クラブ、協力団体などたくさんの人が参加しました。本市の消防は明治以来、長い歴史と伝統に培われてまいりました。この間、消防装備や機材等の近代化を進めるとともに、婦人消防クラブ、各事業所の自衛消防組織、自治会自主防災組織の創設など、まさに市民とともに築く安全で快適な街づくりのため、充実を図ってまいりました。ここで、お忙しい中、残念ながら当日は雨ということで、はしご乗りや演習は見られなかったんですが、今回は市川市の消防についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。市川市の消防は消防局と同じ場所にある東消防署をはじめ、市川1丁目の西消防署、行徳駅前4丁目にある南消防署、曽谷2丁目の北消防署があり、さらに警防隊や救急隊などを備えた6つの出張所を配置し、市民の安全と安心を守っています。市川市消防の本部として機能しているのがここ、八幡1丁目にある市川市消防局です。指令室ですね。ここで119番通報を受けているわけですね。今回は特別に中に入れていただけるということです。1日に平均大体どのくらいの通報があるものなんでしょうか。はい、平成18年、119番通報はですね、1年間で 32,438 件で、1日平均約89件の通報があります。この通報の中には病院の紹介や間違いとかいたずらなどが含まれております。でも大変な中で119番通報してくると思うんですが、そのする際に守ってほしいことというのはありますか。はい、まず慌ててしてくる方が多いんですけども、よくこちらの係員の話を聞いていただいて、まず災害の種類、火事とか救急とか、それから現場の住所のですね、それがはっきり分かればですね、その時点でもう消防車や救急車を出していますので、その後係員が聞くいろいろな状況だとか、細かいことについてはですね、もう消防車や救急車が出ておりますので、安心して、落ち着いて、こちらの話をよく聞いて、それにお答えしていただければと思います。なるほど、はい、こんにちは。こんにちは。すごい、さすが、かっこいいですね。現在市川市には消防隊員は何人いらっしゃるんでしょうか。はい、現在消防隊員は240人勤務しております。
なるほど。そして出火原因としては何が一番多いんでしょうか。はい、そうですね、圧倒的に今は放火またはその疑いが多いですね。放火が多いんですか。はい、でさらに家の中ですと、はい、コンロ、続いてタバコや、あとは最近では電気火災ですね、電気配線による火災、こちらの方も多く見られますね。はい、なるほど。でもあの市川市には東西南北と、はい、まあ、消防署それぞれありますけれども、はい、あの特徴といいますか、そういったものあるんですかね、それぞれ。そうですね、はい、特徴というよりは、まあ、地域の特性に合った消防車を配置しているということですかね。はい、あの救急救命士は何人いらっしゃるんでしょうか。現在市川市では34名の救急救命士がおります。うん、その中に女性の方もいらっしゃるんですか。そうですね、3名があの救急救命士として勤務しております。うん、そしてあの平成16年に法の一部が改正されまして、はい、あの今まで医師だけにしかできなかった気管挿管が救急救命士でもできるようになりましたよね。はい、直接気管挿管とは文字通り気管に直接チューブを挿入して人工呼吸を行う救命措置のことを言います。市川市消防局ではいち早く職員を研修に派遣し、平成16年6月千葉県で初めて研修修了認定救命士が誕生しました。現在その認定を受けた署員というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、ですね、3名の救急救命士が気管挿管の認定を受けております。うん、その他にもあの救急救命士ができるようになっていることというのは増えているんでしょうか。はい、そうですね、気管挿管の他に平成18年4月1日日より薬剤投与、つまり、心臓機能停止者の傷病者に対してエピネフリンという強心剤を投与することが認められました。うん、どんどんできることは増えていっているわけですね。そうですね、はい、ここすごいかっこいい。現在救助隊員の方っていうのは何人くらいいらっしゃるものなんでしょうか。はい、現在54名救助隊員はおります。でもあの全国にこの救助隊員の方いらっしゃると思うんですけれども、はい、例えばあの場所によって水難救助に強いとか山岳救助に強いとかってあると思うんですが、市川市はどんなところが強みなんでしょうか。はい、市川市は、東京都心のベッドタウンということで多くの人が住んでおります。うん、高速道路2本、鉄道7線、非常に高速道路で車の事故や鉄道に巻き込まれる、そういうの多いので資機材および訓練、これらに力を入れております。なるほど。市川市消防の活動の場は市内だけにとどまりません。平成16年に発生した新潟県中越地震の際には4隊16人の隊員を被災地に派遣し救援活動を行いました。1丁目にあります西消防署にやってきました。市川市にはこの西消防署にしかない部隊があるということなんですか。何なんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、あの市川市にはここ西消防署にしかない部隊があるということなんですが、はい、それは何でしょうか。はい、機動科学隊と言います。市川市の機動科学隊は核物質、放射性物質、生物剤、化学剤による災害、いわゆる NBC 災害を想定した部隊として平成17年に設置されました。これは昨年の消防出初め式で行われた機動科学隊の訓練の様子です。訓練では不審な液体が入っていると思われるペットボトルの前で人が倒れているという想定で行われ、それぞれの役割によって違う防護服を着た隊員が被災者の救助に当たりました。で、あの今隣に待機していただいているんですが、
実際こういった服を着て活動されるわけですか？はい、そうですね。これは陽圧式化学防護服といいまして、はい、あらゆる液体から体を守ってくれます。おー、これを着ているわけですが、なんかちょっと見た目暑そうなんですが、暑くないですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ねえ、でも本当に着ているだけでも大変そうですよね。そうですね。はい、うん、市民の命と財産を守っているのは消防職員だけではありません。市川市には地区ごとに23の消防団があり、およそ400人の消防団員が地域の防災リーダーとして活動しています。今年の出初め式で千葉県消防協会長表彰功労賞を受賞した榎本隆義さんです。普段はお米屋さんを営む榎本さんは、八幡、南八幡地区を警備する第6分団の分団長でもあります。榎本さん、消防団をなさっているということなんですけど、はい、やはり、ね、制服着てないとちょっと雰囲気が変わりますよね。で、まあ、消防団として普段訓練もなさっているわけですよね。はい、どんなことをしているんでしょうか？月に1回定期訓練をはじめとしまして、分団 その運営計画にのっとって出初め式、それから防災訓練から暮れの歳末特別警戒などに参加しています。はい、結構忙しいですよね。はい、結構ね、回数は多いですね。そうですよね。はい、お仕事との両立ですもんね。はい、活動としてはどんなことをされているんですか？はい、あ、まあ、その他には、地域の、防犯活動の一環として、まあ、パトロールをしたり、それから地元の自治会や小学校、の要請で盆踊りやお祭りなんかの警備にも積極的に協力させていただいてます。はい、本当に地域のために頑張っていらっしゃるんですね。はい、うん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。最も市民に身近な消防隊員はというと、この消防音楽隊かもしれませんね。50年の歴史を誇る市川市の消防音楽隊は、市内のさまざまなイベントや学校行事などに参加し、音楽を通じて防火防災の PR 活動を行っています。市川消防音楽隊も隊員私以下25名で、あまり多くない人数なんですけれども、年間通じて幼稚園保育園の方へ行って火災予防指導したりしております。で、最近では消防というとどうしても消防広報になりますけれども、今市川市を挙げて防火防犯ということで、PR しております。ぜひ音楽を通じて防火防犯にご協力をいただくことと、末永くですね、今後とも皆さんのご協力やご支援をお願いしたいと思います。私からのお願いでございます。現在全国的に住宅用火災警報器の設置に向けて動き出しています。本市においても市民の方と接する機会ごとにですね、こちらの方設置を呼びかけていますが、現在のところまだ完全でないと感じています。安全で快適な暮らしを続けるためにも、ぜひとも早い段階で設置の方をよろしくお願いいたします。市川市では最近救急の出動件数が増加しており、市川市内の救急車が全体出動してしまうというケースが多々発生しております。本当に救急車を必要としている方のためにも、再度救急車の適正利用法を皆様に考えていただき、ご協力をお願いいたします。また AED という自動体外式除細動器が一般市民の方にも使用できるようになりました。心臓が停止している方には早期の心肺蘇生法と AED を用いた電気ショックが救命率のアップにつながりますので、一人でも多くの方に消防局で行っている AED 講習を受けていただけたらと思います。市消防では消防士、救急救命士、救助隊員、そして機動科学隊員が市民の命と財産を守っています。頼もしいですね。皆さんもご存知だと思いますが、冬は火災が多く発生する時期でもあります。火の元には十分お気をつけください。以上、特集のコーナーでした。
今回も楽しくしっかりとストレッチしていきましょう。今日やっていただくストレッチは太ももの後ろ側のストレッチになります。はい、では早速やっていきましょう。はい、足は肩幅ぐらいに開いたところから、足をですね前に踏み出します。この時は普段歩くのと同じぐらいの歩幅で構いません。で、前に出していただいたら上体を後ろに置きます。上体の重心を後ろに置いていただいて前の膝を伸ばしましょう。つま先を軽く引き上げていただいてお尻を後ろにぐーっと置いていきます。後ろの膝はしっかりと曲げていただいて体の安定をとっていきましょう。この状態で足のふくらはぎ、膝の後ろ、ももの後ろしっかり伸ばしていきます。よく伸ばしていただいたらつま先を置いて体を緩めてゆっくりと起き上がりましょう。はい、逆も同じようにやっていきますね。足を一歩前に踏み出していただいて後ろの膝軽く曲げましょう。つま先を上げて後ろに体重をぐーっとかけます。この時に前のめりになりすぎたりしないように上体を起こして行います。しっかり伸ばしたらゆっくりと体を元に戻していきます。このストレッチで気をつけていただきたい点です。足を前に出してお尻を後ろに持っていった時に、上体が前に倒れすぎたりあと逆に反らせてしまうと腰を痛めたりですとかあとは正しくストレッチができません。ですので、このまま体を後ろに持っていた時に横から見てくの字を書くようなスタイルがベストです。21日大町の自然観察園で季節を感じる散策会野鳥のにぎわいが開かれます。時間は午前10時から1時間半ほど。申し込みは不要です。参加を希望される方は10時までに動植物園入り口に集合してください。インターネットと電子メールで市と市民をつなぐコミュニケーションチャンネル市川市 e モニター制度通称 e モニでは現在モニターを募集しています。市のトップページのこのバナーをクリックして進んでください。現在これまで行ったアンケート結果と速報を公開しています。モニターになってあなたの意見をぜひ聞かせてください。